いつもよく来るこちら熊野の七里御浜で、ございます。はい、カップルが海でね、ちょっとイチャしてますけれどまあそれはよしとして、はい、そうですね、まあ皆さんねよくこの七里御浜ふれあいビーチ、それ並みここから動画撮り始めること結構多いんですけれども、皆さんねよく空並みのこうなんていうのかな撮影場所を回っていただいたりしてる方もねいらっしゃるようなんですけどね、ここはちょっとね伊勢島から普通にこう2時間ぐらいは高速使ってもかかる場所ですからね、三重県なんですけどねご注意くださいね。はい、ということでですね、今日はまあ、熊野本宮にね、空波のまあ、がんのね、まあ、なんていうのかな、病気併用をお祈りして、ぼちぼち2年になるんですよね。で今日はその2年、まあ、生き延びれたお礼としてね、熊野本宮まで、もう一回行ってこようかというふうに思っております。はい、でね、はい、まあそうですね、先日もこうオートバイのね価格がだいぶ下がってきたみたいな話をしたんですけれども、まあ本当にね安いバイク一時期まるっきりなかったけどね、最近はちょっといろいろ出てきました。はい、そこで、今日はですね、お買い得のバイク、まあそうですね、実力以上にちょっと安いかなというバイクをね、何台かこうベスト10形式でねピックアップしていきたいなというふうに思います。ということでですね、はい、まあオートバイの価格もね、だいぶちょっとこう下がってきたかなというふうに思います。まあそこでそうですね、最近こう空波もね、バイク屋さんなんかを巡っていて、まあこれはまあだいぶこうお買い得になってきたなというような意味で、そうですね、まあ見た目とかでねこう損してる部分っていうのは結構あると思うんですけれども、まあその中でもこうお買い得、まあ空波的にお買い得かなと、今思うバイクね、まあいろいろな面でなんですけれども、それをねちょっとベスト10形式で、上げていきたいなと、いうふうに思います。はい、そうですね、まあオフ車とかね、アメリカン、まあこういったようなオートバイもね、入れていきたいと思うんですが、今回ちょっとねスクーターに関してはね除外させていただこうと思います。まあですので MT バイクとしてね、ベスト10形式で、まあ、発表していきたいなと思うんですけれども、まああくまでも空波のね、個人的な、お買い得感ですのでね、まあ、あまり当てにはしていただかない方がいいかなとはいうふうには思います。はい、そうですね、じゃあ第10位、はい、第10位が、これがね、まあ、ジェベル、スズキのジェベルの200の方ですね。はい、250はちょっと高いんで、まあ、200がねだいぶこう、まあ、弾数すごく少ないんですけど、まあ、以前、まあ、全然見なかったんですよね、ジェベルは見なかったんですけど、ここのところねちょっとポロポロと見るようになりました。で、結構値段もね安いですよね。まあ、ただやっぱりもう古い車体なんでね、そのオフを走らないとか、そういうこう整備とかね、まあ、部品パーツなんかのこう心配を、される方はまあちょっと、見送った方がいいのかなと、いうような車両なんですけどもね。まあ、ただやはり空波のようにこうちょっと奥車とかにもね、こう興味があるというような人間からすると、この今のジェベルの200っていうのは、いいかなと、はい、いうふうにね、思います。はい、続きましてじゃあ第9位、はい、第9位は、こちらは、アメリカンをね1台入れていこうと思います。はい、アメリカンね、まあ、いわゆるそのジャメリカンですよね、まあ、ジャパニーズクルーザー、まあ、何でもいいです呼び名はまあ、いろいろね呼び名で怒られちゃうことがあるんでね、あんまり滅多なことは言えないですけども、何でもいいんですけど、その要するに、まあ、アメリカンタイプ、クルーザータイプの、まあ、250cc、まあ、これで、まあ、1台入れていきたいのが、ビラーゴですね、ヤマハ、まあ、ドラッグスターとかね、まあ、その辺は高いですよ、まあ、V ツインマグナもね高いんですけど、まあ、ビラーゴは比較的、値段がね、安いです。まあ、ただこれもね、先ほどの、まあ、ジェベル同様ね、古い車体なので、まあ、あまりこう程度のいいっていうのは残ってないと思うのと、まあ、それからパーツなんかの問題からしてもねなかなか難しいとは思うので、まあ、このね
ね、順位の方に来てしまいますけれども、まあただやっぱりね古いバイクでもいいよという方は、特にアメリカンのクルーザータイプで選ぶとしたら、まあ、ビラーゴ、まあ、この辺がお買い得かなというふうにね、思います。はい、じゃあどんどんいきますよ。はい、次8位。はい、8位は、こちらはそうですね、まあいろいろ意見あると思いますけどジクサ150にしましょうか。はい、ジクサ150ね、まあこれはね、僕はねジクサ150は決してなんていうのかな、この順位に、もっと上にいてもいいかなっていうふうに思うんですけども、ただやっぱりあくまでもね新車で買うとしたらなんですよね。でやっぱり中古のジクサっていうのはあまり候補には僕は上がってきにくいんですよ。まあなぜかというとやはりジクサの場合こうね本当にねこれあんまりね言うと怒られるんですけど中古のどの車両を見ても、ものすごいやっぱり錆が多いですね。やっぱり錆びやすいんだと思います。まあその辺はもともと鈴木のオートバイって錆びやすさっていうのは僕はあると思うんですけれども、まあ、ST250 とかもね、所有していましたんで、まあそう思います。はい、なんで手入れはまあ大変なんですけれども、まあ、手入れをサボった車両っていうのはどうしてもねものすごいですねサビが。で、あとそれから樹脂の部分ですね、まあ、その辺もかなり白くなっちゃってるので中古という意味でのジクサ150のお買い得度っていうと、まあこの8位、まあ、この辺り止まりかなというふうに、思います。はい、続きまして、第7位。はい、第7位は、ホンダ FTR223、ですね。まあ、このオートバイに関しては空波も過去にね実際に所有していたことがありまして、まあ、非常に良いオートバイだと思います。まあ、よく走るしね、まあ、非常に軽いしいいと思うんですが、やはりね、まあ、僕が持っていたのはキャブ車ということもあるんですが、まあ、タンク容量の、まあ、少なさですよね。まあ、そこがまあ唯一やっぱりどうしてもこうデメリットとしては、まあ残ってきちゃうのかなと、いうふうにね、思います。続きまして第6位。はい、第6位は、ここにもね、入ってきます。ジクサー250です。はい、まあそうですね、まあこれもね、まあ僕のまあ試験なんですけれども、後から出た250の方がそうですね、先ほども言ったんですけど若干こう、まあ250と150のね、保管にもよるんだろうとは思うんですが、やっぱりこう市場の中古に出てる弾を見ているとまあ実際弾も少ないんですが、ジクサの250の方がこう結構程度がいいものが多いように思います。まあ、ただし150のような価格では買えないですよね。まあ、150はもう、すごくやもう10万円台なんていうのもねちょっとたまに見かけることも、ありますけれども、まあそこまではやっぱりお買い得感というとどうなのかなとは思いますが、まあただ、程度からしてね、まあ、お買い得度、まあ、走り、そういったようなものも全部含めますと、まあ、6位に、入れてあげてもいいのかなと、いうふうに、はい、思います。はい、じゃあね、次、第5位。はい、第5位は、ヤマハ YBR250。 これはねめちゃくちゃおすすめだと思います僕は個人的には、YBR250 はねすごいおすすめ。まあ、ただね問題があるとしたら、弾数が極端に少ない、まあ、ほとんどない、多分おそらくグーバイクでも1台2台みたいなところだと思います。まあ、非常にこう弾数が少ないですね。まあ、ただそうですね、こう、整備とかそういったような面に関しては、そうですね、パーツ類に関しては中国のタオバオ関係で手に入ると思いますし、まあ、エンジンに関しては基本これセローのエンジンなんで、まあ、エンジン系の部品に関してはねまだ問題はないと思います。まあ、ただねあくまでも全部自分で整備ができるということが条件
件になると思いますね、このオートバイに関しては。まあただ、非常に、まあ、エンジンはセローですから、その耐久性とかね、まあ故障率とかいうことに関しては、まあ、問題ないと思いますし、何しろそのセローとは全く違うチューニングがされていて非常に速いらしいですよく走るらしいんですよ。なので僕も非常に興味があって、乗ってみたいし、今あの好きあらば所有してみたい1台YBR250 ね。まあ格好も僕嫌いじゃないです、あの見た目も。はい、まあただやっぱり壊れた時どうすんだっていうところでしょうね。まあ部品はね問題ないと思うんですよ。なんであくまでも自分でいじれる人であればおすすめかなと、いうのがこのヤマハ YBR、はい、250です。はい、続きまして、第4位、はい、第4位はそうですね、まあ、川崎の忍者250R にしましょうか。やっぱりねこの忍者250は非常にね人気があって市場にも、たくさんね、出てます。ただやっぱり値段は高いです。その1個前のタイプの 250R ですよね。その頃の忍者 250R なんですが、実際ですね僕乗ってみると、まあ、確かに忍者250に比べると、まあ、全てこうパワー面、でもね、まあ、一歩やっぱり見劣りはするんですよ。まあ、ただ、見劣りはするんですけれども実際乗ってみると、必要、十分ですし何の問題もないですよね。で、まあ、見た目も比較的ね、スポーツバイク前としておりますし、今の結構カクカクしたね、忍者顔ではなくてちょっとのっぺりした忍者顔なんで、まあ、デザイン的に、まあ、見た目をねその辺を我慢できて、パワーをね、それほどいらないよっていう人は、むしろ僕は忍者250よりも忍者 250R の方が、価格的にも非常に、お買い得なんじゃないかなと、いうふうにね、思います。はい、これ非常におすすめです。はい、続きまして、第3位、はい、第3位はホンダ CBR250R です。はい、まあ、通称ねあのパンツライトのやつね、あれはねこうトリコロールカラーみたいなやつ特に安いよね。で、まあ、あの皆さんよく考えてみてくださいよ。あのエンジンは、全てここからねこの CRF 系のこの辺りから始まってるわけですよ。あの今の、レブルとかね CL、まあ、大ヒットしてる、オートバイ、エンジンの、まあ、源流はここにあるわけです。まあ、つまり言ってみれば、あのエンジンを積んでいるのにこの価格ともうコスパ抜群ですよ。はい、でまあ見た目に関してはね、まあ確かにスポーツバイクで、そのあのパンツライトで、しかもね単気筒というね、まあ、非常にこう、まあ、当時もね相当こう抵抗あったんですよ。こんなの CBR じゃねえよっていうね、まあ、そういうふうにおっしゃってた方がたくさんいらっしゃったと思います。はい、まあ、でもそんな中でも僕は、これはこれで絶対ありだよなって当時から言っていたんですよ。ほら見てごらんなさいね、今そのエンジン大ヒットですよ。今やそのねあのこの形式のエンジンを、抜いたらホンダの 250cc なんて語れませんよ。だってあのレブルだってみんなそうなんですから。でそのエンジンを積んでて、まあ、スポーツバイクのね見た目が好きだっていう人は、この CBR250R は今すごく安いので、まあ、これはやっぱり買いかなっていうふうに僕は思うんですけどね。まあ、ただ結構ねやっぱり見てると距離進んでる車両が多いかなっていう、まあ、印象はあるんですけどもね、まあ、パーツもまだまだ全然出ると思いますし、これはお買い得だなと思います。まあ、まあいにく僕はスポーツバイクみたいな認めのね、オートバイっていうのは、あれそれほど好みじゃないので、まあ、買うことはないですけど、好みだったらまあこれちょっとセカンドバイクに欲しいなっていうふうに、思います。はい、続きまして、じゃあ第2位、はい、第2位これはねあのその兄弟車です。はい、CB250F です。はい、まあ、ストファイタイプのね、モデルですよ。あのこれねあの単に僕見た目だけです。あのCBR250R と、CB250F のこの順位の上下は見た目だけです。まあ、だってあとほとんど全部一緒でしょうからね。は
い、なんで、まあ、先ほど言いたいことは全部 CBR250R の、ところで言ってしまったので、もはや言うこともないんですけれども、まあ、この、まあ、シリーズっていうのは結局その後 CB250R に引き継がれていってる系譜だとは思うんですけれどもね。まあ、ただあれはネイキッドなんでストハイとは言わないかもしれませんが、はい、まあ、本当に名車のね、今 CB250R 名車ですよ。で、名車中の名車の、その、まあ、ご先祖に当たると、いうようなオートバイがね、まあ、今でも非常にこう、まあ、これもね、結構やっぱり CBR250R と同様、距離は行ってる車両がどうしても多いんだよね。まあ、なんで、距離がまあ、例えば1万以内で探してるとかっていうと、ちょっとなかなかね、難しい選択にはなってきちゃうかもしれないんですが、まあ、そういう意味ではね、この CBR250R と、この CB250F は、まあ、非常にこうお買い得感が今ね、高い、2台のオートバイなんじゃないかなと、いうふうにね、思っております。はい、じゃあですね、いよいよ、ベストワン、はい、トップ、はい、このね、オートバイを上げていきたいと思うんですけれども、まあね、ここはね、異論はまあ僕はちょっと認めたくないですねそれぐらい自信あります。はい、やっぱり今 250cc クラスで、一番、はい、お買い得だと思われるオートバイ、それは全ての面、から見ても、おそらく、GSR、はい、250、まあ、これは S、F 合わせてですけども、これに勝てるものはないでしょう、おそらく。まあ、僕はそう思います。まあ、ただね、やっぱりどうしても、まあ、オートバイのこれ好みの話になってしまうので、重たいバイクがね、嫌だとか、遅いバイクが嫌だという人はおそらくここは受け入れることができないところだと思いますが、まあ、全ての面でね、この乗り味、乗り心地、それからトルク感、まあ、そういったようなものを、まあ、全て、まあ、総合的にね、考えると、まあ、空波的にやはり、こう一番ね、今お買い得でおすすめできる、オートバイというのは、まあ、スズキの GSR250 シリーズ、まあ、これに尽きるかなと、はい、いうふうに思っております。はい、ということでね、まあ、10代、まあ、空波が今思うお買い得 250cc クラスまでのオートバイと、いうことで、話をさせていただきましたけれども、ちょっとね、やっぱり尺が短いね。